こんな症状でお困りじゃありませんか？これからこの症状について少しだけお話しします。目のギラギラ感と夕方の不安感についてお話しします。アキレス腱が緊張を起こすと瞳孔反射は狂ってきます。瞳は明るい場所で小さくなり、暗い場所では大きくなって光の量を調節します。これが瞳孔反射といいます。アキレス腱が緊張すると瞳孔も緊張して動かなくなります。左のアキレス腱が緊張すると瞳は開いたまま閉じるのが下手になります。閉じない瞳では光が眩しく感じられます。昼間サングラスが欲しいと感じる人はこういった症状が出やすいと言えます。逆に右のアキレス腱が緊張すると瞳は閉じたままうまく開くことができません。夕方から夜にかけて光の量が減ると見えにくくなります。見えにくくなると行動が制限されるため無意識に不安を感じるようになります。大人はその辺変化を気分の落ち込みなどと考えますが、子供はもう少しストレートです。夕方になるとぐずる癖のある子は瞳孔が開きにくい状態なのかもしれません。そのために起こっている不安感を親に訴えていることが多いようです。当センターでは来院された方のお体をしっかりと拝見し、不調の根本原因を分析して治療および豊富な指導をご用意しております。今回の内容についてはいかがでしたか？もし何かお困りのことがあったらお気軽にご相談ください。詳しくはホームページをご覧ください。